チーム三日月荘で挑む EX チャレンジということで、今回もこのメンバーでやっていこうと思います。メモリアの編成は前回と同じで、まあ、1人、なんでしょう、調圧とかカバウとか持った壁役1人と、まあ、それ以外は変化変化なしといった感じで、ちょっと回避無効のメモリアを念のため積むということで、前回ちょっとこの回避無効のメモリア入れてなくて痛い目にあったので、まあ、念のためということで、回避無効のメモリア入れて、今回はやっていこうと思います。まあ、なんならもう、なんだろう、回避どころじゃなくて、カバウとか挑発もメタられるっていう始末だったけど、今回はどうなることやら。でも、まあ、サポートは、ツムを連れていくことを予定してます。開幕スピーカー。開幕スピーカーか。でもブラスト重要そうやな。で、闇属性か。釣るのいる？そもそもこれ。え、もしかしていきなり釣るのいないのか。となると、八千代はいるようなよかった。八千代いるけど、で、この八千代のサポートで借りる場合は、この壁役を、イロハにやってもらうから、ここはチェンジと。まさか、釣るのがいい日なんてな。炊いているんやけどな。今回はたまたまいなかったということで。いや、これでいいかな。まあ、この八千代、だいぶ攻撃的なメモリアを装備している。プラス状態異常も狙える。まあ、状態性はどんなもんかわからんけど。これは期待できるな。素晴らしいメモリア構成。ゴリゴリにブラストで減らしていきたいな。でも、どうやろう。いや、新キャラが横ブラやから、これ絶対マギア負荷とかしてくる。もうブラストで倒してくださいと言わんばかりな。まあでも縦ブラも一応受け付けてると。だから絶対ブラストを使った方がいいんやろうけど、まあ、まだ情報わからん。だからマギア負荷あたりしてきそうやけどな。まあ、とはいえアクセルコンボしない理由もないから、ここはアクセルコンボかな。噂だから状態異常してくるイメージがあるし、その状態異常で、マギア負荷とかやってくるんじゃないかな。か、MP ダメージとか、そういうのもあるからな。か、デバフとかもいろいろある。ただ一旦目は何もしてこない。じゃあ次なんか。あと考えられるのは追加効果で、魅了とか幻惑かな、向こうも。そういうことしてくるのかな。さあ、闇属性だから、等倍にダメージ当ててくる。で、ここはコネクトポイント優先でいいと思う。特に、状態スタンか。ワンチャンスタン狙えるのか。スタンね。状態性はついてないけど。八千代の幻惑も期待。まあ、3やからな、幻惑。まあ、そうそうかからんよな。スタンもかからなかったか。ああ、やっぱ MP ダメージやってきた。まあ予想通りと言っちゃう予想通り。まあ、大体もう新キャラの性能で大体 EX が EX の敵の傾向を読めるまであるわ。まあ、必ずしもそうってわけじゃないけど、新キャラ目立ってくるようなことはしんと思う、さすがに。で、これピエラできるな。チャージコンボも捨てがたいけど、MP ダメージするんやったらやっぱアクセルコンボはいらんかったけど、まあでも、あの構成やったらアクセルコンボだからな。確定情報じゃなかったしな。で、とりあえず、なんか絶対ないな。回避は絶対ないと思うから。CBA も入っちゃっていい。雑に。ダメージ与えていこう。これもうコネクトポイントの方が大事や。よ、クリティカル。あ、それ体力みんな忘れてたな。体力みんな忘れてたけど、この辺に加えたら100万ぐらいじゃん。俺やっぱマギアダメージダウンともうご了承もさせへんつもりや。で、ついでに攻撃力アップさするのね。マギア打ってもダメだよっていうね。マギア、多分このマギアダメージ多分相当高いと思うから。この攻撃力アップはいらないんじゃないかなって。あ、2ターンね。2ターンずつく。いや、でも、ダメれるな。まあ、いろは、マギア、ダメージというよりかは回復。まあ、でも弱点属性つけるしな。このディスク構成やったらもう渡しちゃっていいかな。今回、いろはが、壁役になってるから。体力回復はしてもいいと思う。
レシエリと。それに100減るわけじゃないね。30かな ?20 ダメージあったかな。まあ、なんかご利用せそう。本当に。キャラさえいれば。デバフもこうしていればそもそも関係ないし。とことん抗うのもありの。あ、30減るのね。30か。結構きついな。まあ結構きついけど、まあいいかな。コレクトポイント目的で。回復しといてよかったけど、だいぶ痛いね。ダメージが。これは。あ、いつもの流れ来たな。これ100万やろ?来たないつもの流れ。まあ結局はなんだかんだもうフェリシアの強強メモリアと強強バフでね、蹴りがついちゃうんだ。つるものコネクトやもんな。俺はもう勝ち確やな。最後スタンかかるかどうか見てやろうじゃないか。3回攻撃。これで終わらない。いや、終わる。信じる。俺はスルノのバウを信じる。終わったな。よーし。結局こう。まあ、でもターン5まで来たから、一通り相手のパターン、攻撃パターンっていうか、立ち回りは見れたんじゃないかな。どんな方かわからんまま散っていくよりも、一通り出すもんは出したんじゃないかな。ということで、X1 は5人でクリアということで。まあ、おなじみの流れはね、もう、角のやっぱこのクトポイントは最強ということでね、やっぱ積極的に狙っていきたい。で、次は魔法少女かな、これ。ブックで3属性やし。で、今度、また、角の順やから、このまま行こうかな、パーティー変えんでいいし。だから、野鳥連れていくでいいかな、野鳥。さっきみたいな野鳥はいい日か。じゃあ、クエルブルームか。あ、ありやな。これでいいかな。いや、魔法少女やから、いよいよ回避が役に立つじゃない。回避持ってるキャラいんのかな、これ。この3人か。うわ、いきなり。前回も、なんかディスクもめっちゃ良かったな。今回もディスクもいいんじゃないの?さっきはどうやったか知らんけど。今回は間違いなく運がいい。だからここをちょっとクエルブルームを惜しみなく履いていいと思う。保険でこのサポートの野鳥のクエルブルームかな。このもう、回避どうやろうな。まあ、2枚あるからな。1枚使ってもいいか。フェリシアのやつを使っていいと思う。落とされやすそうな。一応壁役いるとは言っても、ちょっとイロハの場所的に、挑発とか、挑発が逆に悪さしてしまう可能性もあるから。とりあえず、ツルノのピエラが来たのは本当にでかい。回避というのがどちらかというと状態異常かな。気をつけるんやったら。28万、25万、22万だろう。じゃあ、落とすしかない。まあ、この縦ブラを前列にな、打ちたいってのもあるけど、まあ、先にね、状態異常は脅威なんで。もし状態異常を持って、強い状態異常を持ってるんやったら、この状態異常耐性アップも、ほぼ無意味に近いから、必ず何々系はもう防げてないから。あ、状態異常耐性ダウン。どうやって、成果効果についてんのかな?少なくともリオンが拘束してくれと思う、追加効果で。で、ユーナが魅了かな。で、それをされる前に落としきりたい。これデバフは3ターンか。だから、これをかけられる前に、まあ、高速とか魅了とかやったら最悪なんか1人とか2人やったらありがたいまであるけど、まあ、変なことされる前に落としきるのが得策。だからもう、ここはもうゴリゴリにバフ入っていいと思う。一番回避しそうなキャラがユーナやから、もうユーナ落としてしまうっていう勢いでも、ここでレゾナンスブラストアップ入っていいと思う。全力出し切る。まあ、相手がどんな行動するのかちょっと気にはなるけど。で、ここも落としきれんかったとしても、ちょっとこれはさすがに前に流したいな。まあ、多分落とせへんかな、9万5千やから。クリティカルかなんか起きないと。あ、防御無視で、もしクリティカルが出ればって言った。もうお、デバフ向こう。ここで、ボールドライズの方かな、ボールドライズか、ボールドライズが来たな。最後デバフも余ったし、落としきらんでよかったな。そればかりか、前列にダメージも与えれたし、なかなかいい調子。で、
こう来たか。まあ、フリー属性ではあるけど、ここはさすがに渡したい。3万1000か。挑発とか持ってんのかな？てか全然、なんか MP 増やしてくるかなと思ったんやけどな。毎ターン MP20 アップとか、そういうことを警戒してクエルブルも温存したけど、まあ大丈夫そうやからもう入っとくか。なるべく節約したい。節約っていうか、お得に行きたいな、俺。CBA、CA で落としたいな。ただ、ここで変なことすると落とせへんっていう最悪のケースがあるから、もう CB で一思いにやってもらうか。まあ、それからもう CBB やったらもう間違いないけど。これでいいかな。急に MP 増やしてきたりすんのかな？3万2000か。クリティカルなしで3万2000か。だったらいけたな。ダメージ計算がガバかったな。サポートの八千代のメモリはもっと確認しておくべきやった。で、これは10万か。10万じゃ落としきれないけど、状態上どうなんやろうな。これスキルとかなんか少なめやな。ただ状態異常耐性が次に切れる上に、まだ優奈の状態異常耐性ダウンが残ってるから、それがどう悪さしてくるかやな。とりあえずここがコレクトポイントでいいと思うけど。着実に一人ずつ落としていこう。スタンはかからずと。まあ2やからね、仕方がない。この防御力ダウンってもしかして重ねられてる？1万1000。ああ、追加効果でクリティカル持ってんのね。今気づいたけど。そういうタイプか。防御ダウンあったんか。結構きついデバフやな。で、ここで途切れちゃうのか。まあ、どうせこれが止めて途切れにあったら、怖いな。CB。ああ、でもそうか。フィエラにしたいよな。え、じゃあこれ4万5千か。このやつは結構先攻撃力あったから、先見た限りだと。この CBA で、ちょっと縦ブラにしたい。まあ、ガン無視でもいいけど。ピエラでやった方がダメージ出るんじゃないかな。だからとりあえずこれでやってみよう。落とせるかな？ 4 万5千。2万か。あー、ちょっと際どいな、これ。ギリ耐えられるかもしれない。いや、でもこれはこっちにやっておきたかった。うわ、まさかのカウンターで落としきって、しかもなんか終わった、なんかミラーズみたいなこと起きた。ディスク、あれだ、ほとりだけあったのか。で、これで終わりやな。なんかそこまでいいか。これで回避も、回避ケア、防御力ダウン。行動が少ないように思えたな、そもそも。デバフと、まあ、追加効果になんかあるって感じだったやろうな。ということで、今回、次は6ターンか。6ターンで終わりと。ここまではいいね、ここまでは。ここ EX2 までは。前回 EX3 からちょっと難しいかなって。ちょっと難易度が跳ね上がったってことはないけど、上がったようなイメージがあったから、こっから気を引き締めていきたい。あー、ゴムの魔女か。最近よく見るような気がするな。ゴムの魔女がえげつないねんな。よし、この回避型の鶴の、いつもお世話になったこの回避型の鶴のでいこう。だからここを野中に戻すと。ゴムの魔女ね、カウンターが えげつないねんな、これ。今度、サナが重要やな、となると、水やから。カウンターのイメージしかないな。で、回避もしてこないから、まあ、負けた時でいいかな、メモリア、対策とかは。じゃあ、よし、これでいこう。回避無効とかね、してくるからな、普通に。お、ABB。そう、本当に何気なくこんなこうやってピエラ来るけど、これはマジでもう奇跡だよ。本当に。この5人もいんのに、こうやってふっとね、1ターン目にピエラできるっていうね。
だから、クエルブルームはさっき見つのを入っとこう。これ、マギアシールドが完全に騎士費用なんだけど、魔女とかで、噂相手だと、まあ、クエルブルームは強力ということでね、これは、今も昔も変わらん。とりあえず、ピエロ。体力見んの忘れたな、また。タンマスでな、もうこの前のミゼリー・リュトンでなんか、タンマス90万とかいう化け物いたけど、これ大丈夫かな？で、今3回攻撃した限りだとカウンターはなかった。まあさすがにもう最近見たからね、もうカウンター型のゴムの魔女は90万だ。90万なんね。アンタムなのか。チャージコンボか、チャージコンボでいいかな。ワンチャンスタン狙いつつ、まあ、スタン狙われたらちょっと2回攻撃したくはあるけど、僕いろいろ回していくか。チャージコンボ。バフしてカウンターやったけど、前回のは。攻防アップ しかも、なんて、クエルブルーも追い越したぞ。防御虫もついてるし、なんか。追い越したはないか。トントンか。またトントン。クエルブルームとトントンか。クエルブルーム攻撃力ダウン10、防御力ダウン9やから。で、防御力ダウン、いや、防御力アップだけが残ってるってことは、そういうことやな。攻撃力アップ10、防御力アップ10やろ。で、それが、一旦と。そのタイプ、最近多いね。だから、ここな。うわ、ここにクエルブルーム取っときゃよかったな。もったいな。こんないいディスク構成やのに。あ、てか、なんそう、このチャージも入れてんのに。でもこれどうなんやろ？マギアにした方がいいんかな？こん、BAB っつっても。防御力10アップしてんやろ？これ。あんま意味ないよな。ただバフはちょっと入っていいと思う、1個は。か、どうやろ？これ。ABB かな？ 13 溜まってるやろ？で、ユリ属性やからな。といっても、このバフを普通に受けたら耐えられるわけないしな。有利属性でもそれは辛いと思うから。まあでも迷ったらマギアか。ボグラか。あ、いやでもやっぱもったいないな。たかが知れてる。長期戦こそ危険っていうのはね、もう、長期戦？そう、長期戦こそ危険っていうのはもう、ミザリー・ルトンが教えてくれた。14万、あ、オッケーオッケーオッケー、14万も減らせればもう十分や。やっぱ、間違ってなかった。クリティカル素晴らしい。今回はカウンターじゃなくて防御無視な感じね。こういう、なんだろ、殺意高い系のやつは大体回避無効もセットでついてることが多い。ああ、これ鶴ののピエラな。これ鶴の残ることができれば美味しいんやけどな。鶴の残なくてもポイントいただけるし。回避無効がなければワンチャン耐えれる。そのための回避3や、回避3。さあ、ゴーアップ。いいよ。防御無視さえ出なければ。いいよ、ダメか。ダメか無視はついてないのね。それはまだ良心的やけど、ダメか無視、防御無視はしんどいから。で、これは、あー、てかまたこう、このコネクトポイント渡せるときに毎回攻防アップついてるな。ただこれ CCA で結構いい感じでマギア溜まるんじゃないか、これ。行きましょう。普通に壁役やし、硬くなってもらってもいいんじゃないの、これ。ブラストしたところでやしな。まあ、といっても、たまるっつっても70ぐらいかな、これ。だから、イロハからコネクトポイントもらえればよかったから、イロハのコネクトポイント貯めた方がよかったかな。いや、でも、サナンでだいぶいいダメージ与えれたしな。あれはどっちでもよかったんじゃないかな。まあ、いや、チオのマギア打ったところでやからな。で、なんなら10、あと12でたまるしな。で、このコエルブルームを取っとけばいいのかな。いや、でも次サナンも回ってくるのか。素の火力も高いしな。ここは打っちゃっていいんじゃないかな。で、今からでも遅くない、このイロハに渡す。着実に減らしていこう。回復はシーヒンから。で、回避もないからレゾナンスブラストも入る。で、またフェリシアに決めてもらいたい感はあるけど、フェリシアにコネクトして。この貴重な鶴のバフって言って渋ってるとやられちゃうからな、フリー属性やから。まあ、か、まあ、マギアでフィニッシュか。シンプルやね、やってること。追加効果のスタンとかそういうのもないみたいやし。
体力が半分減ったな。とはいえ回復の準備はできた。あー、こう来たか。だったらもうこれはフェリシアに渡しようか。これで野鳥マギア貯めれるし、貯めつつフェリシアのなんバフ込みの攻撃も当てるし、クエレブルームは置いとこうかな。そのマギア打つときに打とうかな。耐えれるよな。エンチャントシールド入っとけばここで切れるから。でこの今かかってる防御力アップはフェリシアのこの防御虫メモリアでなんとかしてもらうっていう感じでいいかな。完璧じゃないかな。これで次マギア打って終了かな。てかスタンとかワンチャンスタン。てか次イロハのディスク来るからワンチャンドッペルと思ったけど、この体力やったらもうマギア圏内に入ったんじゃないかな。よい、いい感じに機能してるよ。 OK。 いやでも本当にだいぶいいな。カバウ蒸発柄おかげでぐんと生存力が上がったな。いやフェリシアとのツルの体力17万か。17万はさすがに有利属性でもなんでもないからな。ただここで決めに行くっていうのは全然間違いない。いいと思う。ドッペ狙わへんやったら、どうしよう。まず曲げ合ってこげるか上げるか。で、CBD か。かも、どんなんやろ。このコゲルカップロック入れた方がいいのか、それとも普通に CB した方がいいかな。まあブラストマップも入るから多分それも CB した方がいいかな。まあそもそもこれで終わるでしょう。ボーゲルカップも入ってないし今回。あ5万、あそうだ忘れてた、壁役にしたこと。いやとはいえいいダメージ。いやマジか、耐えられるか。いやーでもトントン。これどうなる。あ、これでまたカウンターで。マジか、またカウンター通した。強っ。また生き延びたのね。剣惜しかったな。計算は間違ってはなかったと思うけど、ちょっと、ギリ耐えられちゃったな。惜しい。惜しいんだよな。今度はこっちがカウンターしてやったぜとね。4ばかりの。この前の拷問の魔女なんてクソ痛かったからな、カウンター。光と水ね、今度。あ、また魔法少女、今度。あ、この二人、いや、違う、二人じゃ、これはもう間違いないな。横ブラ警戒センターか、これもう誰が来るかもう読み取って、もうなんかメモリア変えとくのも面白いな。いや、もう絶対、もう、こんなんもう考える必要ないやろ。え、これメタロ。もうこんなん誰が来るなんて、分かりきってるから。あ、どうか、回避持ってんのかな。これがアダにならなきゃったらいいけど、ちょっと一時メモリア変えるのもめんどくさいから一個だけ変えとくか。もうブラスト絶対許さないメモリア持っていくか。光のブラストは勘弁してほしいからな。どれやったっけな。あ、これだ。ブラスト絶対ブラストブレイク。なんかもう一個ってか、なんかもっと いろいろあったと思うけど、思いつくか、今先の思いつくのはこれ。ブラストダウン10が3ターンで、しかも5ターンで帰ってくるっていうね。なかなかえげつないメモリア。ブラスト相手にはぶっ刺さると思う。これでいいんかな。メモリアはこれでいいんだ。相変わらず水属性いるしな。よし、じゃあこれで。まあ予想通りやな。45万、50万か。まあ、さすがにディスクは微妙。ディスクは微妙やけど、これ。ディスクは微妙やけど、これ、あれだな。スタン狙えるぞ、また。状態異常。てか、状態異常をもっと狙ってったらいいかな。でも、そういう時に限って、なんか、状態異常耐性マークがついたりするからな。まあ、そればかりやってみないとわからん。早速、ブラストブレイク使ったろ。情報は取れてんだよっつって。とにかく光属性が厄介だから、これで全く見当違いのことしてどうしよう。縦ブラでもいいよ、最悪。縦ブラは情報違いの、縦ブラでも全然問題ない。ブラストブレイクしてるから。
とか、あるいは全然関係ないマギアとかね、やめてくださいね。ウォースターンやっぱかかった。なんかそこ水みたいなのが流れてるけど光なんよね。恐ろしい。こんなもんに切り裂かれたらブラストブレイク刺さってんのじゃない。案の定ブラストしかしてこんかったし、なんてわかりやすいんだ。よし、じゃあこっちはブラストで行かせてもらおう。あ、回避どうなんやろ。回避はないと思うけどな。このブラストブレイクが切れる前に手を下しておきたい。でもこのブラストブレイクに反発するようにブラストアップとかしてくるんじゃないかな。攻撃力アップとか、あと回復、ああでも回復してくるホタルが落とすべきやったか。まあ決まったわけじゃないけど、絶対回復してくるって。もうヒーラーやもん。ヒーラーやっぱやってくるよな。え、ちょっと待って、しかもブラストダメージアップが表記消えたってことは、ブラストダメージアップ10ってこと？10アップすんの流行ってんの最近って。そういうことやんな。てか、なんなら追い越してるやん、これ。ブラストアップ。え？どういうこと？クエルブラウで今安かったけど、ダメージは。ブラストダメージ20とか？そんな破格の性能してたりする。ここ悩ましいな。ここアクセルコンボしたくもある。回復した今。ちょっと、画面の情報が追い切れてないけど。でも2人のコネクトポイント貯める方がなんか美味しいよな、これ。まあでも特にマギア禁じられてるわけでもないしな。これは長期戦で回復キャラいるんやから、長期戦になることを見越した方がいいかな、これ。それのコネクトポイント貯めるよりも、やっぱアクセルコンボかな。あんま攻撃すると、溜まっちゃうからな。まあこの凄まじいバフはいったんやから。今さらターゲット変更はできないからな、これ。自動回復ね。攻撃力アップやっぱやってきた。攻撃の時に抜刀するのいいね。攻撃の時だけに抜刀するのいいね。あ、これ。これも2人のマギア、あ、マギアじゃなくて、あれだな。AC でいいんじゃないかな。コネクトポイント貯めて一気に渡すって感じで。この MP アップが、あ、3ターンか。まあ、3ターンやったらそんな一気には貯まらんやろ。行きましょう。危ないディスコーキー押しかけた。だから、あんまでも MP 貯まるから、あんま攻撃しすぎるとまずい。よし、準備は整った。20ね。だから60貯まるのか。このブラストダメージアップ、攻撃力アップが嫌だ。これでカバウが、うわぁ、ダメージ高い。うぉ。耐えて、お、ついにこの時が来た。これワンチャン落とし切れる。結局こう。27万か。でもこのデタラメな火力やっていけると思うな俺。弱点属性して防御力上がってるわけでもないし、てかなんならスタンかかったし。あ、耐えられたか。マジか。このフェリシアのこの猛攻耐えるなんて。あ、一回なんや、ホタルはもともと。なるほど。じゃあ確定で2回動いてくんや。6万4000か。コネクトポイント貯めるでいいかな。耐えるとかないよな。正面ブラスト攻撃してこないんやったら、でもこれじゃあもう、あれじゃない。勝ったんじゃないか。マギア、単体マギアじゃなかったっけ、ホタルのマギアって。だから、これ、全力、これに、全力を込めればいいんじゃないかな。だ6万4000か、ちょっと。これしっかり落とせるようにしてた方がいいな。これで耐えられるとかなり厄介なことになる。まずいことになる。から、さらにコネクトポイント渡したいからこれでいいな。20
10、ああだからこれで倒しちゃうとマギア次撃たれるな俺。80、これ20貯まるから100になる。まあとはいえ単体マギア。あ、全体マギアやった。まあ全体マギアやったからね、全員生き残れたってことで、単体マギアだとね、どうしてもダメージがでかいから。よかったね。じゃああとはもうね、やりたいようにやらせてもらおう。クエルブルも取っといた方がいいかな、これ。とはいえ、いけそうやけどな。まあ、次、マギア撃たれる前に落とさんとまずいって感じ。ああ、でも、アクセルディスクのかな、あの1回の攻撃は。アクセルディスク、もしあれがアクセルディスクやったら10溜まると思う。大体。でも、いいダメージ出ると思う。自動回復も2万5000やからな。あ、2万2000は違う。2万2500か。これで何本増えるの ?34、14増えたのか。あ、違う。攻撃した分も入ってるから。まあ、何しろそんな増えてないよな。で、八千代が落とされかけてるけど、これで HP と MP 回復してするから、で、マギアも打てるから、非常に安定してる。いや、素晴らしい。あ、てか、なんならこれ、ドッペルとかいっちゃうんじゃないか。143やの。146、170、47か。じゃあ、ドッペル終わって終了やね、これは。66から何本増えた ?68? え、68? あ、じゃあ、チャージ ?CBB ってこと?その CBB とかそういう概念があるか分からんけど、いや、アクセルディスクっていうのはあると思うけど。まあ、何はともあれ、これは終わり。ドッペル打って。これ絶対落ちてる。攻撃力を上げて。ちょっとさっきね、巻き合うって5万ダメージで、ああ、そういえば攻撃メモリは持たせなかったわって思い出したけど、さすがにこのドッペルプラスこのツルノのコネクトで落としきれるでしょう。今度は間違わないぞダメージ計算。さっきの間違ってはなかったと思うけど。15万ね。素晴らしい。まあ、刺さったんじゃないかね、ブラストブレイク。まあ、露骨やったかな。わかりやすかった。非常に。行動も予想通りの行動やったし、ただやっぱバフが凄まじかったな。攻撃力アップ&ブラストアップはもうね、強いっていうのはね、ツルノが教えてくれてるから毎回。で最後は闇とで振り子の魔術とラスボス感半端ねえな。まあ、ここは無難にツルノでいいかな。よし。でまあいつもの流れでいけば5マスの150万やけど、横ブラしたいね。まあ、縦ブラもちゃんと通る親切な形やね。150万と、まあ、ここはブラストコンボいいんじゃないかな。今回ブラスト押してると思うから。だから、あーてかブラストブレイク、まあとはいえ魔女もブラスト攻撃してくるやろうから、まあいいかな。回避してこないし、こっちの方がいいんじゃないかな。てか普通に考えて強いよな、このブラストブレイクって。まあ確かになんかだいぶ場所選ぶっちゃ選ぶけど。この性能で5ターンで返ってくるもんな。まあ端末攻撃には一切機能せんよ。どうしよう、あのなんか根っこから生えてくるだけの端末攻撃だけやったらこれ。相手はブラストしてこないっていう。ただここはまだバフ吐く場所ではない。まだ様子見。振り子の魔女は何してくんやろうな。もういろんな型ありすぎてわからんわ。とにかくイロハがキーマンや。キーマンじゃないや。キーマンではないよ。攻防アップ。一ターン目からしかもなんかクリティカルついてるし。これは無限に続くタイプかな。10ターン系ね。で、ここは ABC と。
モラルユミニティライズも履いて、オールディスクアップもして、じゃあ、モクエルブルーム、もう一曲いいのもあるかな。で、クリティカルがついてると、今回は。ツーのね、残っといてもらうとな。で、このツーのコネクトを、ポイントをイロハに渡したいね。で、これがブラスト攻撃やから、全然もう効かない。端末1回のブラスト2回やから、まあよくあるパターンのやつやから、だから普通に刺さるねんな、俺。普通にありやから、これから先も、ちょっと、明かりの登場で、なんかだいぶなんか目立った感じやけど、普通に他の敵にも全然刺さるから、別に明かり特攻ってわけじゃないと思うけど、これ。ブラスト使ってきそうだなってか、なんなら別に、これ普通の敵でも、全然ブラストに特化してない敵にも、普通に効果ありって感じやな。で、ここで素晴らしいディスク構成が来た。これはいいダメージが出る。もう変にもう、硬くなる前に、うわ、スタンかかった。そう、普通にスタンかかるのやんな。で、今までの敵も全然スタン防いでこんかったから、絶対スタンかかりはしたんやろうな。だから、状態異常今回ガン、めっちゃぶっ刺さってるな。で着実に減らしてもう一旦遅らせが本当にでかいねんな、こういう積んでいくタイプのバフには。さあ着実にダメージを当てていこう。150万といえどもね、このブラストの連続攻撃であればコンボアップしてかしてこないよ、してこない。にクリティカルがついてる。今回はスキルというよりかはね、クリティカルとか防御武者持ってるキャラが多かったな。でかい火もゴム持ってないと。あーこれは、あこれダブルコネクトできるっちゃできるけど、さらに渡すよりかか、これもうちょっとバフ残しておいてもうフルバフにしたらもう完璧やったんやけど、これは読めない。こんな紙ディスクは読めないけど、まあいいダメージ出るよ。終わったか、そもそもこれ。クリティカル出たら終わるぞ。あー出なかったな、クリティカルは出なかったけど、まあもう瀕死だ相手は。そしてここでエンチャント、あ待って、もしかしていやさすがにないか。いや今回カウンターで締めあー無理だったか。まあ無理でもこれオッケー、耐えて1万4000円やけど終わりやな。お最後イロハで締めれるな。いやブラストブレイク普通にいいメモリアやな今回ね。今回新キャラこと明かりのおかげでだいぶこのメモリアの強さをね認識させていただけた。これからも使っていこう、このメモリア。明らか端末なんかマギア、魔法少女なんかマギア貯めてきそうな端末攻撃しかしてこないとかじゃなかった。魔女噂には少なくとも聞くと思う、これ。まあ、この前の人工知能は、あのレベルのバフになると本当に意味ないと思うけど。まあ、とはいえ、これはいいメモリア。ふと思ってきて、次回もこの編成でいこうかな。このメモリアの編成で。ということで、今回も EX5 枚クリアと。今回はなんか、スキルの暴力が少なかったおかげか、まあその、カウンターとかそういう理不尽なものも少なく感じたから、なんか割と楽にいけたな。ということで、終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。